どうもポンシラです。今回は GT キャンペーンの2体目の LL キャラとしてスーパー17号が実装されたということで新ガチャをぶん回していこうと思います。で今回もしっかり石を1万個貯めてきたんで、とりあえずステップ3周分を引いていこうかな。でラインナップなんですが、新キャラのスーパー17号がいて、なんとガンマが復刻、さらにはサポート最強の17号も入ってるということで、もうこれは GT じゃなくて人造ガシャですね。はい、ということで早速引いていきましょう。さあまずはステップ3なんで、間違えた、ステップ1なんで新キャラはさすがに出ないでしょう。さあ腹パン決めていきまして、白引っ張れ。おでもフリーザひよってるんで、一応スパーキングは確定しましたね。さあ新キャラお願いします。はい、グレサイト。まあ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 、まあ、最初はこんなもんですよと。で僕はこの前の元気玉悟空ガチャも約1万個石を使って引いたんですが爆死したということで、このガチャは神引きしたい。さあドラゴンボールということで、スパーキングは確定しましたね。さあ腹パン決めていきまして、引っ張れの色は赤と。まあ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 、まあこれは緑背景なんでスキップしちゃおうかな。もうどんどん行きましょう。さあステップ3、7連。さあ赤背景なんですが何もなし。バタちゃんお願いします。うん、透かしていきまして、赤引っ張れ。ブロリーは来ないと。いやこれも出なさそうかな。まあ一応見るか、緑背景じゃないんで。さあ昇格していきまして、うん、たらこう。はいはいはい。さあ次はステップ4、10連なんで、こっからが本番、行きましょう。さあ頼むよ、僕も2枚引きとかしてみたいです。さあ青背景なんですが、ポットが1個ということで、これは詐欺説あるな。ただ腹パン決めたんでワンチャンありそう。虹、あ、え、小さい。瞬間移動しないしかも。まあブロリーは来ないと。まあ一応青背景なんで見ていきましょうかね。さあお願いします。さあ昇格していきまして、うんですよね。いや詐欺っぽいなこれ。はい、ということで普通に詐欺られました。さあそろそろ熱い演出が来てもいいんじゃないか。ステップ5引いていきましょう。さあ青か宇宙お願いします。うーん、緑背景タオペーペースーパーサイジンにはなったんで一応見ますか。うん、腹パン決めていきまして、引っ張れの文字は、おっと元気玉、これは割と熱いイメージあります。お願いします。さあ2枚引きお願い、マジで。さあスパーキング、うん。さあまずリミテッドキャラが出てくれないと話になんないんですが、全然来ない。いやスパーキングはたくさん出ますが、またタラコ。いや全然出ないやキッカさん。スパーキング確率だけめちゃめちゃいい、何これ。はいはいはい、たくさん凸が上がっていきまして、さあステップ6、無料分いきましょう。さあ頼む、無課金で石1万個は結構大変だよ貯めんの。緑背景ポット3個スキップします。こんなの来ません。はい、もうスパーキングすら来なくなりました。さあ2周目いきましょう。さあ頼むよ青背景。いやドラゴンボールか、一応見ますか。あ金ね、割とって感じ。さあお願いします。スパーキング、いや弾いた、お前は帰ってくれ。はいはいはい。さあ頼むよ、そろそろリミテッドキャラ出てください。おっと青来た、ただポット3個だから。また詐欺っぽくないかこれ。さあバダちゃんは来ない、赤か。ブロリー来い。いや来ない。さあお願いしますマジで。いやかっこいいけど君じゃない、リミテッドキャラ出てくれ。うーん、お昇格していきまして、いやスパーキングは来るけどリミテッドキャラがそもそも出ない。はっちゃんはまあ割と最近のキャラなんで嬉しくなくはないですね。さあということでステップ4、
樹連、さ、緑以外お願いします。赤ポット5、オッケー、とりあえずトランクス演出が来ていくと。さあ今回はブラとベジータのキャラがいるんで、そのキャラが出る確率の方が高くはありますが、まあ、新キャラ確定なんで割と期待はできますね。さあ頼む。うんーですよね。いやちょっと渋くなってきたよこれは。ベジータブラで終わりかな。はい、終わっちゃった。いややばい、ちょっと、いやリミテッドキャラがまず出ない。何これ、普通に17号とかガンマも欲しいんですが、いやマジで頼むよ。いや緑しか来ない、何これ。いやまたトランクス演出だけどさ、これ絶対ベジータブラやん。さあ頼むよ。さあスパーキングですよね。またスパーキング、うん、何も関係ない。いや6突になった。まあ悪くはないけど君じゃない。さあステップ6無料分いきましょう。いやマジで俺もそろそろ神引きしたいよ、頼む。赤ポット5、まあまあまあワンチャンあるかもしれません。バダ来ない。さあ腹パン決めていきまして、引っ張れの色は虹来た。さあこれはリミテッド以上確定してます。さあブロリー来い。あ来ないんだ。さあただとりあえずリミテッドは確定したんでめちゃめちゃ熱い。さあ人造3人組の中のどれかが出てほしい、頼む。お前誰だよ本当に。いやサルベジか、まあ、最近覚醒はしましたけど、まあ微妙だな。まあ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 、とりあえずリミテッドキャラが出たんで OK。 さあラスト3周目引いていきましょう。さあこの調子で青背景お願いします。緑スキップします、こんなの絶対に出ません。はい。さあステップ3、青顔中お願いします。いやなんかしょぼくないか、なんか全然熱い演出来ないんだけど。今回熱かったの虹引っ張れだけだもんね。さあステップ4、マジで頼む、そろそろ本当に。オッケー、やっと来た青背景ポット5個。さあバダちゃんは来ませんけど、腹パン決めていきまして虹引っ張れお願いします。あれ白、なんかちょっと雲行き怪しい気もしますが、まあまあまあさすがに青背景ポット5個なんで出てくれるでしょう。さあ頼む、まずはスパーキングからリミテッドキャラが出てほしい。 OK 昇格していきまして、お前ほんな何体出んだお前は本当に。いやこねー、ちょ頼むよ本当に。えリミテッドキャラいるよね、さすがにポット5個だったよ。来ないの、そんなことある。いやなんか元気玉悟空ガチャの時もそうだったけどさ、通常 SP がめっちゃ出るんだよな。さあということで石を使う10連はこれがラスト、お願いします。さあ赤背景ポットゼロ、何もなし。さあスーパーサイヤ人にはなっていきまして、いや小さい、いやもう絶対出ないやんこんなん、ですよね。いやちょっと渋いぞこれ、最近なんかガチャン悪いんだよな俺、どっかんでも爆死したし。さあ赤背景ポット5、ワンチャンあるかもしれません。もう人造リミテッド3枚抜きしてくれ、俺の勝ちだじゃないよ本当に、やる気ないでしょ。さあスパーキング、君じゃない。いや来ないやんこれ。いやかっこいいけどスパーキング、いやもう来ない、何これ終わっとる。1万個分引いてサルベジだけはやばいぞ。さあコインの枚数が今13枚なんで、とりあえずあと1回ステップ2だけ引いて各チケに交換しましょうか。さあ赤背景ポット3個、これはスキップしちゃいましょう。はい、もうこれにかけるしかない、もうこの各チケで3体当てます。いやこの17号めっちゃぶっ壊れらしいんで本当に欲しい。さあ行きましょう、各チケ3連。青、待って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 、
て、本当に来た。格付けなんで、これはリミテッドキャラが出ればほぼ確定でスーパー17号なはず。さあしかも虹引っ張れということで、いやこれは来たでしょさすがに。いやだって他のリミテッドキャラは 0.25% とかで、スーパー17だけその20倍とかの 5% なんで、いや絶対当たる。行きましょう。オッケー、ブロリーも来た。さあパリン演出が来れば目玉確定かな。これ本当にパリン見れるんじゃない。あ、パリンしないんだ。さあただここはリミテッド確定してるんで、究極の人造人間に戦いを挑むとはバカなやつだ。オッケー。いや初めてじゃない、ミニシラで各地系活躍したの。よし、ということでなんとか最後の最後に引くことができましたね。さあということでこの調子でラストも2枚引きしましょう。待って、やばいやばいやばい、待って、やばいやばいやばい、は2連続青背景。ハルパン決めていきまして、虹引っ張れお願いします。まあ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 、金引っ張れね。いやこれあるぞ本当に、2連続17号頼む。いやブロリー来ないか。うん、負けていきまして、ブルーベジータ来い。来ないの、龍拳か。オッケーオッケー、いやこれマジである、頼む。6突させよう。これ来たらやばいぞ。破壊の仕上げといこうか。お前空気読んでくれよ、ここはさすがに。絶対来たと思ったんだけど、いやまあまあまあ、さすがにそんなにうまくはいきませんよと。はい、ということでラスト引いていきましょう。青、まあまあまあ、緑背景タオペイペイということで、まあ、これは出ないかな。はい、ということでなんと最後の最後の各地家でスーパー17号を当てることができましたね。まあおそらく明日とかに使ってみた動画も出すと思うんで、ぜひ見てください。それでは今回はこのくらいで終わります。では。